This game has not yet been rated. パスの生存が確認された。生きていたのか。ああ、カリブ海洋上を漂流中、ベリーズの漁師に救助された。らしい。それで俺たちの情報が漏れる。だからパスの口を封じろと。いや、そうじゃない。米国の非政府諜報機関サイファーはパスにダブルスパイの権利をかけた。そのため彼女はキューバ南端の収容キャンプで尋問を受けている。キューバの中のアメリカ法を逃れたブラックサイト、マザーベース査察の件、これと無関係とは思え。国連の核査察、おそらくパスのリークを裏付けるためだ。俺たちは国家に帰属しない軍隊だ。この軍事力が明るみに出る。世界中が敵に回る。だがパスを送り込んだサイファーという非政府諜報機関にとっても脅威だ。パスはサイファーの正体を知っている。ああ、生きているならこちらに協力してもらいたい。サイファーへの唯一の手がかりだ。
もう一人は？ああ、事故。パスと同じエリアに囚われている。最後の無線連絡は40時間前。ターゲットは2人、事故とパスだ。南岸から敷地内へ潜入。2人を救出し、ランデブーポイントで指示を出してくれ。キューバ本国との境界からヘリを呼ばす。明日の昼にはマザーベースに戻れる。その頃にはこっちの客も帰っているだろう。だがことは政治が絡む。すまないが増援は出せない。ああ、たまには一人がいいさ。予定通りだな、スネーク。ブランクがあるとは思えん。待たせたな。ターゲットの地庫とパスは北東の旧施設だ。基地内に入り、まずは北東に向かってくれ。